ラベンダーの花後の手入れと夏越しについてご紹介したいと思います。ラベンダーはすごく香りがいいので香りをすごく楽しんでいただいて、あと、お花も切ってドライフラワーにしたりとかをして、まだまだ楽しめるんですけれども、ここで花を全部切ってしまいます。で、切る場所なんですけれども、新しい芽が出ているすぐ上、ここですね、ここで切ります。こんな風に全ての花柄を摘んでいきます。お花を摘むと新しい芽がの成長が促進されるので、ここで一気に切っていきます。芽がどこにあるのかが見えない場合は、芽から2節目の節で切るとちょうどいいですね。そこから芽が新しい芽が出てくるので、株の中心の方もいきます。すごいいい香りが。花柄を摘み終わった後にこのままだとちょっと蒸れてしまうので、少し間引きをしていきます。決まってはいないんですけれども、茶色くなっているところの根元の方からバッチリと切ります。こういう感じですね。これをやることによって風通しが良くなってくるので、猛暑でも暑さが軽減されるというか、熱がたまらない。全体の量の、そうですね、4分の1ぐらいの枝を間引きするようなイメージで、ところどころ下の方の茶色い部分から切るっていうところをしてあげると、風通しのいい株になって、暑い夏も元気に株が成長することができるので、必ずやっておきたい作業ですね。切り取ったこの茎とかお花もすごく香りがいいので、ぜひドライとかにして使ってみてください。切り戻した後はすぐに液体肥料をあげずに、2、3週間後に薄めの液体肥料をあげてください。切り戻しとあと間引きをしたので、これで高温多湿にとても強い環境になりました。で、種類によっては秋も咲くお花のラベンダーの種類もありますけれども、こちらはラバンディン系のラベンダーで、また来春花を楽しむことができます。